やばいぞ、このままじゃ負けちゃう。私が出るわ。ショーラー、よし、行くぞ。おう、ツーポイント、汚染ボール。あれ、意外とバレてないぞ。勝つわよ、やんちゃん。おう、ヤネちゃん、最後に決めなさい。うん、いい、試合終了、91対90、勝者バンカラ小学校。みんなごめん、俺のせいで。負けたことがあるというのがいつか大きな財産になる。そうだよ、また次があるじゃないか。皆さんと試合ができてよかった。本当に勉強になりました。ありがとう。お前ら絶対優勝しろよな。うん、お前らの分も頑張るよ。彼のお母さんですよね。え、部外者がプレイしたため高専の勝利。あ、あちゃぱー。本日のエレスケの対戦相手はこいつ。あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト。はい、パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。はい、じゃあこの横の意味分かる人。うち違います。ヤネスケ、答え言っていいよ。ヤネスケは天才だからすぐ分かっちゃうよね。どうした、いつもはすぐ答えるのに。ちょっと体調が悪くて。天才小学生なのに解けないんだ。これじゃ盆栽小学生
生だね。家で盆栽でも育ててろよ。あんた、いい加減にしなさい。あトイレ行ってきます。どうしよう、これじゃ怪しまれちゃうわ。ヤネスケ、鬼ごっこしようぜ。ギャー、何逃げんだよ。あちゃぱー、とりあえず洗い物やるか。お、使い終わった皿水につけておけよ。って、俺が使った皿か。特売？めんどくさいけど行くか。うまい棒つかみ取り一回100円だよ。お、やります。はい、よーし、よっしゃ。あっ、火あぶれちゃったね。どうすんの。ちくしょう。貸せ。じゃあまたね。お、おい待て。やばい、これじゃ特売いけないや。お、意外とヤネちゃんも大変な生活を送ってるのね。そっちこそ。今日は先生を炎で焼いてキータをぶっ飛ばしちゃった。俺もお皿割ったし特売にも行けなかった。お前何やってんだよ。私の体返してもらうわ。それはこっちのセリフだよ。あー、くそ、ほら、体は私でも力はヤネちゃんのままね。あー、ワッペ、わあ！そろそろ終わりにしましょう。望むところだ。見つけたぞ、わしのハーゲンダッツウェイを返せ。うわあ！あれ？元に戻った。やったー、やった、自分の体に戻れた。わしのうまい棒とハーゲンダッツ、え、もしかしてまた入れ替わってる？